こんにちは。朝5時半です。綺麗な雲が出ています。夕すげ、別名きすげですけども、朝はこんな感じです。ちょっと時間を12時間前に戻します。昨日の夕方5時半、ヘメロカリスの首ちょんぱをしています。夕すげの方はこの時間になって綺麗に咲いてきます。夜咲きということで夜中綺麗に咲いて朝しぼみます。時間はまた朝5時半に戻ります。タイタンビカスローズ綺麗に咲いています。光の加減でちょっと色が変わって見えますけどもね、今日はお天気がいいということでとても綺麗に開いています。そして花数今までで一番多いんじゃないでしょうか。手前がローズ、向こう側がブライトレッドになります。ブライトレッドは、ローズに比べるとやや小ぶりの花なんですが、普通の花に比べると本当に巨大という感じですね。青い空に真っ赤なタイタンビカス、これは本当に綺麗ですね。夏ならではの光景です。今日もちょっとよく開いてないのを開花手伝いしています。余計なお世話かもしれません。ブライトレッドの花数も近々マックスになるんじゃないかなと思います。少し花数が減ってきたピーチホワイトです。ピーチホワイトも綺麗ですよね。これは本当に花が大きいです。株がどんどん大きくなってきたところです。全部10年選手なんですけどもね、かなり巨大な株になっています。南国みたいですけども、ここは道の区です。グラジオラスプリンセスマーガレットローズ、また何か見つけてしまいました。花雲だと思います。一番遅く咲いたグラジオラスピンクレディ、とても可愛らしい花です。源平下野もたくさん咲いてきました。背の高いオニユリです。雨が続いて花粉がかびてしまったのがあるんですが、今日は元気回復となるでしょうか。モミジアオイの純白種、今日は2つ咲いたみたいです。そしてなんとちょっと遅れましたが赤も咲きました。これは結構前からある品種ですよね。7時になりました。太陽が照りつけてきています。とっても暑いです。ヘメロカリスの娘盛り、今日も咲いています。今日は4姉妹のようですね。とっても可愛らしい花です。水仙もまだ頑張って咲いています。夏とは思えない爽やかなピンクです。カノコユリブラックビューティー、これも咲いたばかりはとても花粉も綺麗ですね。モミジアオイ、赤もパッと開きました。これぞモミジアオイという感じですね。白も綺麗に開きました。赤と白は同じ大きさです。ヘメロカリスフランツハルツ、まだたくさん咲いています。クレナイチドリは本当にあともう少しでおしまいです。エゴノキ、青空が綺麗ですね。今日で7月もおしまいですね。今年は梅雨入りも梅雨明けも早かったので、なんかちょっと不思議な感じがします。アスペラ後期にはアリとかハチとかいろんな虫が集まってきていますね。今日は朝から不快指数が高くてもう汗だくですね。皆さんも水分補給十分にしてくださいね。丸尾です。ペロペロしています。丸尾はお風呂には入ったことがないんですけどもね、豆に毛づくろいをしております。猫ってお風呂に入らなくても不思議といい匂いがするんですよ。今日はこの辺でバイバイにゃーん。わー。